はい、ということでハワイでの購入品を紹介していきたいと思います。ハワイでこんな買い物したの初めてじゃない？買い物の費用をちゃんと設けたことがなくて、今回も全然設けてなかったんですよ。でもなんか意外と着いた日も買ったし、確かに最終日なんかもう4時ぐらいから買い物して、大急ぎでこの辺の街を巡ってきて、思いのほか買ってしまったっていうか、人生で一番大きな買い物をしてしまったので、楽しみにしててください。はい、早速紹介していきたいと思います。はい、じゃあまずはハワイからで、じゃん、日焼けティー。わあ、すごい数だね。はい、しかもスーツケースにもうちょっといて、僕到着初日に可愛いからストーリーズにあげちゃったのね。ほんと100万人に欲しいですって言われたから、みんなにお土産としてね。ちょっとこちらを私もじゃあ一緒に紹介させていただいちゃいますね。はい、日焼けティーだからね、2匹で買うとちょっと安くなるんですけど、2匹で日本円5000円、$36ぐらいだから、私の推測5000円、5400円。これ2つで大出費でした。3万円分ぐらい買った。高級日焼けキティですよ。もうエルメスみたいなもんですよ。確かにステータスキティですよ。実は今回もう結構キティが多分大人気で売り切れて、2つの柄しかなかったんですよ。でも私もすっごい仲良くさせてもらってるお友達が、お正月の時に年越しをこっちで過ごしていて、違う柄をゲットできてるんですよ。それもすごい可愛いので、ぜひ見せたいです。こんな感じです。で、次は貝殻ネックレス。これ毎回ハワイに来ると買うんですけど、本当に$10以下とかで買える貝殻ネックレスなんですけど、すごい可愛くて、夏とかめっちゃ東京でも使えるから買っているんですよ。よし、結構貝殻ネックレス世界中で買うの、ね。1個はよしの真似して買って、1個はこの茶色い紐で買いました。私も結構スペインでもこれ買ったんだけど、いつも家の床に置いちゃうんですよ。物を全てのものを踏みつけて何個もダメにしちゃってるんだけど、可愛いから買ったんだけど、踏んでも大丈夫そうなやつもゲットしました。じゃあ続きまして、じゃあ私の皆さんも大好きなハワイアンアカダミアン配り用のチョコをたくさん買いました。これはもう本当に美味しいし大好き。あとこれは自分用に買いました。なんかパウチになってて食べやすいかなって思って、これ美味しいの。中のナッツがハニー仕様になってて美味しかったです。あとはマカダミアンのハニーロースト、これ好き。これを買いました。私用とお母さん用。お母さんと私サイズ。気持ちだけでも抗いたいじゃん、こんな1000億カロリーみたいなものなので、ちょっとちっちゃくしました。こういう品じゃないんですけど、なんとルナーズベーカリーに行けました。私こんなにハワイに来てて、小さい頃からずっと来てるんですよ、ハワイ。でもなかなか行く機会がなくて、やっと行けて、ついでに紹介させていただきました。ワイキキから歩いて40分ぐらいなんですけど、歩いて帰りました。夕日が見れたり、いい時間だったんですよ。確かにちょうどいい時間だったよね。1個前の YouTube ご覧ください。じゃあ次はこれですね。はい、アラモアナショッピングセンターのなんかコミック系のお店があるんですけど、それ毎年行くんですけど、知らない、そんなの。知らない、毎回行くんだけど、なんかね、なんか今までコミック系だったんだけど、リカンドモーティーとか、なんかバーデルとか、確かによし着てるね。なんだけど今回行ったらなんかもう全部アニメが結構多くて、で僕呪術廻戦好きだから、これすごく可愛くない？うん、可愛い。あとはそこのアラモアナショッピングセンターのお菓子屋さんで、この何それ、辛そうなハリボー、これ1個だけ。これ遊び心まだあってよかったよ。確かにね、確かに私もそういうの買わない。もしなんか私だけ遊び心なくなっちゃって、なんかすごいオーソドックス中のオーソドックスじゃない。確かに。でもまあ間違いない、愚かではないよ。愚かではない。てかもう26だし。確かに。じゃじゃーん。ああ、遊び心出てきたじゃん。カニバーガーです。スポンジボブが作ってるバーガーのグミを買いました。これはもう完全パケ買い。私スポンジボブが大好きなんですよ。ハンバーガーのグミみたいな感じになってます。小さい頃お父さんに食べられるの禁じられてたからね。はい、これはでもお土産にしようと思います。はい、かわいい。お洋服いく？はい、お洋服いってもいいですか？はい、ここで買ったものです。そこは何？アラモアナなんだけど、多分イギリスのお店です。ハワイに来たかったんだけど、なんか最終日確かにハワイがいつ着るってなっちゃう。しかも中ね、透けてるのすっごい可愛くない？絶対こんなの着るじゃん。僕の夏用のブランケットみたいな。最悪床スレスレが好きなんだけど、見て、見えないね。インスタとかにポストしたら見てください。エレガントなスタイルですごく可愛かった。こういう2万円ぐらいする服が一番迷うんですよ。2万円の服ってみんなからしたら高い、安い。ちなみにワンピースだったら普通ぐらいじゃない？普通ぐらいか。ちょっとてか、まあ可愛かったら買うぐらいじゃない？このお店でリップクリーム、みんながよく見るこれとストロベリーフレーバーがあったのでストロベリーフレーバーを買ってみました。8ドルぐらいかな。チューブの7ドルタイプです。かわいい。ここのお店ちょっと割高な気がしてたんだけどお得に買えた気がしてラッキーです。お店はここになります。ハブロンドンはい、じゃあ僕お洋服はシチューシーでいっぱい買ったんですけど、なんかシチューシーの店舗がすごい並んでてなんでだろうと思って入ったら、多分日本よりほんと1万2万とかすごい安くて、確かにね、なのでいっぱい買っちゃいました。よし、結構シチューシー買ってて珍しいって思った、ね、綺麗めなイメージだけどめっちゃカジュアルじゃん、でもやっぱカジュアルな服着てると気分いいよね。あと着心地もいいし、で1着目がこれですね。ニットなんですけど透け感のある感じ、透け感というかまあ穴透け穴感がある感じのニットで、サイズも小さめでジャストサイズにして、なんかちょっと高性能に見えるんじゃないかっていう。私もふざけんなよこれ本当ですから、多分2万円もしないぐらいでしたね。で次がこのアウターですね。これもめっちゃ可愛かった。これは調べたんだけど日本より1万円ぐらい安いの。すごいな。すごいよね。閉めても可愛いんですよ。可愛い、これ超可愛い。初日はこの2つしか買ってないんですよ。めっちゃ安いじゃん、やばいってことに気づいて、次の日もう一回並び直してこちらのね、アウターを買いました。大物じゃない？結構確かに大物って思うじゃん、でもこれも2万円なの。これ可愛い、めっちゃ可愛いの。なんか触った感じ思ってるの超しっかりしてる。そうなの、これ多分日本より1万円以上、1万何千円ぐらい安かったから、もう結構思ってより安い。なんかタックスフリーになんないんですよ。だからなぜかすごい優しいことに元の値段を下げてくれてるらしいんですよ、プランとか。すごくないそのシステム。僕は助かるよね。なんかそれを初日に知らなくて結構セーブしてたんですけど、今日とかに知ったんですよそのシステム。なんかもう急いで爆買いすごい量もうよしにね、カメラの充電切れるって言われてるから、多分他のいらねえもんはしょれって意味なんだけど、じゃーねえいらない、はい、終わりこれはお菓子の冷たい違う本当に見て、私のね大好きなフルーツ味のみの詰め合わせなの。子供たちもこのまま成長すればこれが待ってるって思うと結構楽しみじゃない？働くとか私結構好きだよ。だから小さい頃の夢をこんなに好き放題叶えられるって結構すごいことじゃない？自分の願いを自分が叶えられるって。なんかちょっと株上げ落としてない、なんかお菓子で私はなんか幸せになるみたいな。あとね、すごい棒出てきますからね皆さんどんどんいきます、はい、ちょっと僕は時間の問題で説明する間に来てましたこういう感じです。かわいい、これ本当に可愛い、私も着たいです。はい、イエイ。バッテリーがないですよ。何それ？ターゲット。声優だよ、アメリカの声優。アメリカの声優だ、8ドル。キッズコーナーの、しかも私はちょっと小さめに着たいから、XL じゃなくて L サイズを買いました。めっちゃ可愛くない？オレンジ。オレンジの小花柄なの。超可愛いって思って、子供コーナーで見つけて買いました。ビクトリアズ・シークレットの妹ブランドみたいなピンクでスコートを買いました。中がスパッツになってて、テニスゴルフとかも2、3年やってないけどまたもしかしたらやる機会が出てくる。面白い買い物の基準必要になってから買おうよこれからは。だったでももしかしたら可愛くないスコートでスポーツ。はい、結構知らない女性がみんな大好きなね、ビクトリアズ・シークレットのこれ4本買いました。マネージャーさんとヘアメイクさんと私と母で。これがめっちゃいい匂いでした。何の匂いだろう、わかんない。はい、時間ないので次行きます。はい、貝殻、茶色。はい、次。はい、ハワイのクロムハーツが盛り上がってるとお聞きしたので、はい、初めて行ってきました。ちょっと先に言いたいんだけど、なんとこれは僕もいっぱい買ったんですけど、みちさんがプレゼントしてくれました。持つべきものはあれですよね、本当に。じゃあ紹介しようか、早速。お揃いで帽子を買いました。かわいい。これはイタリア語40、お写真っていう意味らしい。ここピンピンなんだね。はい、ピンピンかわいい。気づかなかった。はい、おそれで買いました。かわいい。クロムハーツってシルバー、ホワイトゴールド、ゴールドがあるんですけど、こちらシルバーアクセサリーですね。これ乱雑に入って見て。ゴミ箱。ちなみに、シルバーは 4つ買いましたね。みちが僕にプレゼントしてくれたのはこの十字架のネックレスです。かわいい。これみちとは違う？うん、違う。私はね、このボールチェーンも1万円ぐらいするんですよ。そうなんだ。しかもこれ全然クロムとか書いてないけど1万円して、でもこれは最初からついてて、しかも取り外せない。よし君もケミオ君みたいな笛とか追加していくっていう感じです。でもさ、これここは一緒じゃない？ここは一緒。だからまあ実質このパーツは3人を揃えってことで嬉しい。はい、私もチェーンを買いました。チェーンのみで、単体でも使えるので。確かに。かなって思います。8ドルの子供タンクとか丁寧に紹介してたのに時間ないからもうすごいサクサク。すごいサクサクいっちゃった。ハワイ結構クロムハーツ好きな方だったらおすすめです。それこそこの後登場するものがあるんですけど、それはアメリカブランドじゃなくて正直日本より高かったんです。でも私日本でも色をずっと探してたから、それはもう日本よりも高くても買っちゃったんだけど、クロムってアメリカのものってよく分かんないけど結構安かったです。あとティファニーとかも安いみたいです。アメリカブランドだとお得にできてきます。これは買ってみました。ちょっとこのパーツがなんてクロスがちっちゃくてこんな感じで垂れ流しって感じですごい可愛いで、僕がもう一個みちが買ってくれたのがこちらの問題作をみちが買われた時に欲しいなって急に思っちゃってリングを僕のサイズがもうこれしかなかったんですよ。なんで僕も本当はすごいなんかもう十字架ボロボロとかサプライズダイヤとかもうやばいのしたかったんですけど、まあとりあえずこれゲットしました。みちの問題作見てみた。こう今初めて見る。開けたくないんだけど。すごいじゃん。ちゃんと入ってる。お、これなんか違うね。違う。全然違う。扱いが違うよ。シルバーとホワイトゴールドじゃやっぱ違うんだね。違うよ扱いが。めっちゃ可愛い。わかる。あんまりこういうなんかごつめな指輪を持っていなくて、細めなのが好きなんですよ。でもこういうちょっとごついのを買ってみました。可愛い。これダイヤモンドなんですよ。めちゃくちゃ細かいけどダイヤがいっぱい散りばめられていて、本当に可愛くて何個か出してもらったんだけど、正直お値段も一番したし、これがそういうとこ妥協しがちなんだけど、いや私の人生いつもそういうところばっかりなんか妥協して、でも結局なんかちっちゃいもの買ったらこういう値段になるじゃないかということで妥協せずに第一関門を突破しました。すごくない？ダイヤモンドだよ。まあ緊張する。忘れてた。これは見た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 。これを忘れてた。いいないいな。これかわいい。いいな。ちょっと怖いからしまっちゃうね。じゃん。ティファニー。そうクロム買った時にアメリカのものだったら安いんじゃないって言われてティファニーだって思って、この目の前に店があったので駆け込みまして、じゃじゃーんじゃじゃーん。はい1個はもともとずっと欲しかったもので、これは買おうって思ってて、ニューヨークこのハワイの前に本当に間隔を空けずに来てるんですよ。その時に買おうとしてたんだけど買い忘れてて、ダイヤモンドのリングになります。これめちゃくちゃ可愛いみたいな感じで、フルダイヤも確かあったんだけど、これくらいが華奢で可愛いなと思って中指と人差し指に合わせて買いました。でもさ、これもすごい私にとって大きな買い物だよ。ダイヤモンドだしゴールドだし。そうだね、確かに。はい、じゃーん。これ行くと思わなかった。私も全然予定なかったんだけどね。お姉様も一緒にいてくれて、いやみちちゃんなんか物買いすぎだから、普通にこういうちゃんと残るもの、しかもティファニーっていうものも年々価値も上がってるし、今買った方がいいよみたいな。意外でそれがすごくなんか買った方がいいみたいな。他のものは我慢した方がいいとは思うけど、みちちゃんが買ってるものを見ると、でもこれは買いだよって言ってくれて、よしはね結構アクセサリー行こうよ派なので買ってみました。いや、こんな高い買い物は母に車を買った以来です。確かに、はいはい、細かい出費をいっぱいしてるんだけど大きな出費は意外となくて、車割り勘で買ったんですけど1台分じゃない。はい、その確かにそうですね。いきますよ。3、2、ああ、ダイヤモンドですよ皆さん。小さい頃からダイヤモンドヘッドに登ってて、ダイヤモンドがもらえるよって騙されてきたんだけど、自分の手でダイヤモンドを掴みました。すごい。おめでとう。これはでも本当にいい買い物だと思う。前回も多分カバンを買いすぎてて、今年からはカバンとかじゃなくてやっぱ緊急時に持って逃げるようにアクセサリーにシフトチェンジしようってなってたんですよ。有言実行できてるかなって思います。今回意外とハイブランドのカバン1個も買ってない。はいはい、最後に明日からミラノに行くので、レザーのコートとかと合わせたら可愛いかなって思ったんだけど、調べたところ全然ミラノ17、8度くらいあるんだね。でも夜とか5度とかって超寒い、東京の寒い日とかって感じだからちゃんと厚着はするんだけど、これでもすごい良かったです。これはアーマーアウトフィッターズで$15でした。はいです。すごい面白い可愛い。はい、私のショッピングでした。で、番外編で貝殻ネックレスと、あとみちも買ったんですけど、日焼けキティ、日焼けマイメロたちの名前のやつですね。これは鍵につけます。はい、私は円を買いました。で、あとカメラのスタンドになってた。忘れてたわ。はい。ピンクのリボンゲットしました。可愛い。ね、私ね、東京でめちゃくちゃちゃ探してたんですよ、あなたの手元には絶対に届きませんよみたいな、並んでる人が多すぎてって言われて、ピンク色がね、ピンクハワイでね普通にあるの。てか私今日も前通ったのでまだある。正直日本よりも1万か2万ぐらい高かったけど、これは結構即決で私買いますって言ったの。もう見つけたら買おうって思ってたの。私の大好きなエッセンシャルだし浅さが違うの、全然場所取らないんですよ。わかる、一番使いやすいよね。そう、明日これで買うから私。かわいい、見て本当に嫌な感じ嫌な感じで帰ります。いいね、ブランド物のピンクってなんかすごいブリンブリンで可愛い。わかる。ということで、はい、もうダイとして回収されちゃったのではい、ごめんね、はい、大きな買い物をいっぱいしたのでもっともっと大切に紹介していきたかったんですけど、後半特に大切なものたちは申し訳ない気持ちでたくさんです。僕はね、今回いっぱい買ったなと思ったんですけど、ほとんどプレゼントで本当にすごい嬉しい気持ちです。はい、持つべきものはみちちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、ということでみちちゃんの購入品紹介でした。自分の身の丈にまだ合わないような買い物もたくさんしちゃったので、1ヶ月とは言わず2ヶ月は飯抜き水だけで生活してまいりたいと思います。以上、みちちゃんと吉崎くんのハワイの購入品紹介でした。バイバーイ。怖い、この後さミラノ行くから。そうだね、もう絶対買わない。